されてます。オイル切れ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 。なんか喋りながら言ってよ。上からちょっと行きます。ちょっとさっきとはアングル変えてね、すぐコース脇じゃなくてちょっと上から見る、あっちのスタンド席の方にちょっと行ってみようと思います。あ、この車めちゃくちゃ速かったもんね。よかったね、天気良くなって。いや、本当ご案内します。雲ない。本当。雲一つないです。晴天でございます。だがしかし気温は3。映らんかな。今気温5度。おお、わかった。想像以上寒かった。ねえ。うわ、出たマクラーレン。やば。ここで取れるね。今はプラスチックとかそういうのやけど、昔はガラスやったんや、ヘッドライト。そうそう、だけどぶつかった時に飛び散るけん、ああいう風にバッテンして追いかけてきた、追いかけてきた、面白い。さあ、ここはスタンド席ですね。ちょっと上がっていきましょう。寒いね。ね。わあ、すごい。全部見れるね。わあ、すごい。スタンド広いね。スタンドめっちゃ広い。体験走行があるんでね、私のジャガーでもちょっと走りましょうかね。体験走行です。そうなの。さて始まりました、フォードポリス体験走行。こういう企画あったら良くないのか、本当のさ、なんかプロたちが走るサーキット内をなんか誰でも走れるこう体験ができるみたいな。
いたいんだ。もう一人でしかしたくない。なるほどね。友達から誘われても断るよ。ああそうだ。前にはこういう車ってあんま興味ないと思う。え、かっこいいと思う。例えばさ、ほら今回初めてこういう場所に来て、でまあまあこういう風なコースも走って、でまあ走りを車を見てみて、やりたいなとかって思う。思う。思った。じゃあ今度さ、こういう車をもう一台俺が買い足しをしたら、これでちょっとデビューしてみる、この車で。免許取って。そうだよ、免許がない。本当は車運転したいんやけど、免許がないんやけどな。まずそこか、免許取り、そっからやな。で次免許取って、でまあ多分その頃に、でも俺もまだ全然さっきで86円で、多分その時には多分俺も車また別のモッドやろけ。だからこれでね、なんか YouTube 用の貸し出し用じゃないけどさ、この車をね。グラビア、グラビア、グラビアの説明もできるんですか。これファンに怒られるね。あと自撮りしとった、みんなで撮りましょう。あ、そうね、またお願いしてみるか。楽しかったっす。楽しかったの？楽しかったっす。楽しかったっすね、サーキット。あ、ほんで、今車の中でアイリがサーキットデビューしたいって。おーい、免許取ります。免許から。じゃあちょっとデビューに向けて、じゃあ俺がもう一緒に車買おう。そうっすね。お、うわ、実用的なやつ。あ、実用的なやつ。サーキットのみでしか走らんけど。はい、よし、よし、よし。